古川武史の人生を変える習慣化。この番組は習慣化コンサルタントの古川武史があなたの人生を変えていくための価値ある習慣と習慣化について幅広くお伝えするものです。知識というより一つでもこれはやってみようとやる気が湧く音声発信を心がけています。皆さんこんにちは、ナビゲーターの北村です。今日もどうぞよろしくお願いします。古川さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日もゲストをお招きして、放送をお送りしたいと思います。本日のゲストは三春雄二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは、プロフィールを簡単にご紹介させていただきます。三春雄二さん、弁護士をされていらっしゃいます。現在41歳、札幌生まれ、札幌育ち、市内の高校を卒業して、北大法学部に入学。大学卒業後、大学院在学中に司法試験に合格。お、すごいですね。在学中に合格をされていらっしゃるということで、研修を得て、平成17年10月に勤務弁護士、平成22年5月に独立開業。2009年4月から2018年3月まで、北海道大学法科大学院非常勤講師、括弧民事法基礎ゼミですね、に、勤務されていたということです。本日どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。早速なんですが、古川さんと三春さんのご関係ですよね。どんな風に出会われたのか、多分聞いてる方は不思議だと思われるので。あ、そうですね。弁護士先生と、まあ。うん。そうですね。で、ちょっとその前に、私からちょっと今日のポッドキャストの趣旨。はい、趣旨。はい。ですね。お話ししたいと思いますね。はい、お願いします。三春さんはね、もう本当にこのプロフィールから、見られてもね、北海道大学の、法学部、超難関のね、そうですよね。で、しかも、もう超さらに一番難関と言われる司法試験に23歳の時でしたっけ？そうですね。ね、合格されるということで、これもうね、もう、何十回もね、優秀ですよね、うん、うまくいかないってケースが多い中で23歳で、司法試験に合格されてということで、さらに教える側でもいらっしゃるということで、非常勤講師もされてらっしゃる。で、僕からするとですね、もう超勉強できる人と思ってるわけですよ。まずはね、簡単な話。もバカなタイプからすると、超勉強できる人みたいなね。できる人。ねえ、さんも超勉強できるわけですよね。で、うちの、やっぱ習慣化っていうことでいくと、みんなやっぱ自己啓発とか、自己開発とか、自分を高めていきたいっていうことで、TOEIC の勉強ももちろんそうだし、いろんなその社労士だとか、たくさんこういろんな資格勉強されてる人ってすごく多いんですよね。で、やっぱそれがやっぱ自分の希望でもあるし、自己向上していきたいっていう人たちがいっぱいいると。で、そういうふうな勉強する習慣を身につけたいということで、時間を捻出する方は結構みんなやるんですね。どうすればするか。ただ問題はですね、勉強の仕方自体が、効果的なのか効率的なのかっていうことそのものって、意外と学ばないんじゃないかなって確かに思ったんですね。例えば忙しいワーキングマザーですと、働きながら限られた時間でね、資格勉強してますと。そうすると量勝負じゃなくてやっぱ質勝負でいきたいところなんですけれども、やっぱそこの質って意外と勉強の仕方の仕方みたいなところって学ばない、で、僕が、まず学ばないタイプだったんですよ。で、僕がね、本当もう大学3年生まで本当に偏差値も低い、どちらかというと高校から、1年発起して1年間、もうとにかく死ぬほど勉強するっていう目標だけを立てて、で、当時、イチローが、200本安打かなんか打ってたんで、手元にあるこのボールペンを200本以上使うと、イチローのヒット数よりも、わけわかんない目標ですよ。全然わけわかんない。何の合理性もない。何の合理性もないけど、とにかく机の上に座って200本のを使うと。で、参考書は良さそうなものをこれって決めたら、とにかくひたすらそれをね、書き続けるみたいなことをやって、もう一日何時間やるかみたいなね。6時間とか、まあ平日、休日だと13時間、15時間できたかどうかみたいなね。
まあ、どちらかというと、そういうお猿な勉強というか、もう猿でもできる。考えてないんですよ。で、考えないで、どちらかというと、両稽古でガンガンやる、みたいなタイプですよね。うん。で、意外とその、僕の周りとかでも、やっぱそういう人っていて、汗かくのがすごい好きな人って、汗かいてる感が大好きだから。わかるな。考えてない。で、ちょっともうちょっと前置き長くなりますけど、あのね、これ、営業でも同じなんですよ。僕営業マンやってたから、はい、営業マンって営業経験積み重ねると、うん、工夫して、それはね、効率とか戦略とか考えてると思うじゃないですか。うん、思いますよ。うん、なんで考えてないんですよ。あのもうね、なんだろう、あの、二タイプいて、ちゃんと考えてる人もいるんですけど、はい、成果は上がってるけど、うん、量で勝負する人って、犬も歩けば棒に当たる作戦を。で行く作戦、うんはいうん。とにかく外に出てお客さんと会う。とにかく会いに行く。で、会いに行くと、なんかボロッと出てくると。で、それで営業成績を作ってる人っていっぱいいるんですね。へ、うん、とか、あとは、御用聞き営業ですね。うんうんうん、ひたすらお客さんのとこ行って、あ、わかりましたっつって、そっちの情報持ってますって言って、可愛い子になる。うんところが、可愛いやつになると、信頼関係結ばれるじゃないですか。そうすると、はいああ、あの、今度のね、トラックをね、何台か仕入れないといけないから、君のところでちょっと見積もりもらうよって言って、やると。でもね、その実態は、じゃあ考えて営業してんのかっていうと、全然考えない。思考停止状態でやってるんですね。まあ僕もそうだったから馬鹿にしてるわけじゃなくて、うんうん、実はそういうふうに、あの、ある一定の結果が出ちゃったりとか何とかすると、うん、そのやり方そのものをの前提を一切疑わなくなっちゃうんですね。うん、思考停止して、もっと営業のやり方あるんじゃないかとか、提案型の営業ってあるわけですよ。実際ニーズ聞いたのかって言うと全然聞けてない。うん、だけど、もう10年も付き合ってるの全然ニーズ知らないじゃんみたいなことってあるわけですね。うん、だから、実はその勉強も同じで、あの、両やる作戦とかテキスト参考書買ってきて、さあ、あの、汗かいて頑張ってる感大好きですみたいな人にとって、やっぱり、ねこの司法試験に受かるとか、しかもこの年齢でね、受かるとか、北大のね、法学に入られるとか、まあましてそれを教えてこられた三春さんはに、この勉強の仕方の仕方みたいなのをね、こう聞けたりとかすると、僕は単純に聞きたいというふうに思ったし、皆さんもね、聞きたいんじゃないかなっていうふうに思ったので、はい、こんな機会をちょっとね、用意させていただきました。はい。はい。それでは三春さん、早速ですけれども、古川さんとの出会いを簡単に教えていただけますか、はい僕はですね、2016年ぐらいに、古川さんの本、早起きの技術っていう本を、多分書店でたまたま手に取ってるんで、ね、まあそれを買って、うん、でその本の中に多分メルマガの登録フォームみたいなのがあったので、うん、メルマガに登録して、メールを読み始めたと。で、2017年ぐらいに、習慣化の知恵っていう古川さんの音声が配信されるサービスを、まあ登録し始めて、で、毎日音声に聞くということをやってました。はい。同じ年に、高密度仕事術という、まあ、仕事の、まあ、高密度化というか、効率化に関するセミナーが、やられてたので、ちょっと、思いついてというか、これは今必要だなと思って、受講して、初めて、生古川さんがあったと。生古川さんね。その後、まあ、習慣化の知恵はずっと聞いてたんですけれども、今年の1月から、習慣化の学校っていう1年のコースに、受講を始めて、今、通ってる、そういう状況ですね。はい。いやもう、三原さん、とっても誠実な方でね、もう誠実って言葉がね、ぴったりな、ことでね、僕もよく誠実だと言われる。三春さんほど誠実で。いや、もう本当三春さんは誠実という言葉がぴったりなね、方で、ね、1年間ぐらいお付き合い、まあ1年以上ですかね、セミナーが今やってますけど、誠実じゃないところ見たことがない。見たことがない。すごくこう、コツコツ真摯に真面目に、取り組まれていて、全然鼻にかけたところとかも全くないし。そうですね。素晴らしいな。ね、年齢もね、僕、ほとんどあんまり変わらなくて、うん、僕も43なので、ね、同じ年ぐらいですけどね。うん、ということで、今日はね、はい、ちょっと、ぜひ、皆さんも多分聞きたいところいっぱいあると思うので、うん、聞きたいと思うんですけど、ちょっとね、短めになんですが、
司法試験ってよく聞くんですけど、うん、どんな科目があって、どんな風なものなのかって、ちょっとだけ短めに教えてもらってもいいですか？はい、ですね、司法試験の試験自体が、僕が合格した時と、今現在とちょっと精度が変わっているので、ちょっと僕が受験した時の話ですけども、うん、はい、まず、択一試験って言って、そのマークシートの試験が、うん、憲法、民法、刑法っていう3科目で、はい、マークシートの試験があって、はい、それに合格した人が2ヶ月後ぐらいの論文式試験っていうのがあってですね、うん、それが科目が今の憲法、民法、刑法に加えて、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法という6科目の試験、うん、2時間ずつ、やって2日間あるのかな、うん、をやって、で、それに合格すると、最後に口述試験って言って、うん、まあ、面接でこう、まあ、法律に関連する質問を聞かれて答えるという、うん、まあ、その質問をやって、うん、まあ、それで最終的に合格するという感じの試験ですね。うんうん、一応、まあ、ちょっと自慢げになっちゃうかもしれないんですけれども、うん、僕が受験した年は4万1000か2000ぐらいの受験者がいて、うん、合格者がだいたい1200人ぐらい。ほう。で、合格率は 2.8 とか9とかそういう。そうなんだ。すごーい。しかもそれだって記念受験みたいなの当然あるわけじゃないから。そうですね。まだその母数、そうですね。母数にはいっぱいそういう記念受験的な人も入ってるので、まあ、必ずしもその確率が正しいかちょっとあれなんですけれども。いやいやー、でも、そうか、2.8 とか、さ、じゃあ 3% 弱なんだ。そうですね。大体そのぐらいでした、ね。すごいな。だ100人受けた98人が泣くってことですね。90。そうですね。そら受かりませんわね。でも、だって一番長い人だと40とか50ぐらいまでやってる人たちとかでもいる。そうですね。当時はやっぱりその、まあ言い方悪いですけど、ベテラン受験生みたいな感じで、まあ10年生としては普通にいたので、合格者の平均年齢が多分28とか、そういう感じだったなと思いますね、当時は。今はちょっと制度が変わって、僕がさっき出てきた非常勤講師やってたですね、工科大学院っていう制度ができて、そこに受験するためには、まず工科大学院に行って勉強して、まあ、その人が受験資格を得て、受験するっていう、そういう試験制度に変わったので、ちょっと合格率とかも変わってはいるという感じにはなります。ですね。なるほどね。そっかそっか。いやいや、もうこのディテールを聞き始めたら、その一個一個も激しいね。その論文つったってめちゃめちゃ。ちょっとクラクラしますね。クラクラするし、この口述試験だってもう聞いたら、もう、そんなにみたいなね。やっぱりね、この 2.8%。うん。で、しかもね、それをさらに、先生までされていて、僕はすごい、三原さんのね、お話の中で、あ、すごいなと思ったのは、ご自身が受かった経験よりも、このね、教えてた学生がね、こう、司法試験に受かっていくっていうことの、ことをね、見たときに、ものすごい、こう、やりがいを感じたみたいな話をされてたのはすごく印象的でしたけど、やっぱ教えるのお好きですか？そうですね、意外と好きなんだなっていう感じです。意外と好き。なるほどね。はい。わかりました。まあ、というようなですね、まあ、司法試験、もう、こうね、合格されてっていうことなんですけど、勉強の仕方っていうことで、多分それぞれ、まあ、TOEIC の資格っていうかね、点数を目指して勉強してる人もいるでしょうし、まあ、それこそ、こう、ね、社労士の資格勉強だとか、それこそいろんなこう資格試験の勉強みたいなのをやってる人たちっていっぱいいると思うので、三春さん流に、資格に絞ってもいいと思うので、そのコツっていうのをですね、今日はちょっと、なんかね、迫ってみたいなと。三つぐらいちょっとね、聞いてみたいと。はい、楽しみですね。はい、お願いします。じゃあ、三原さん、なんかまあ、勉強の仕方のコツということで、一、うん、つ目、なんか一番大事なことって何なんでしょうか？そうですね、やっぱり、資格で言うとですね、やっぱり、合格するためにみんな受けるわけですから、目的、をですね、最初に具体的にしておくっていうのが
スタートですね。うん、なので、まあ、古川さんが先ほどおっしゃってましたけども、まあ、社会人だと特に時間がない。うん、そこに、まあ、そのためにいかに効率化するかっていうことがポイントになると思うので、その、合格に至るために何をしなくちゃいけないのかっていうのを、うん、まあ、ちゃんと始める段階で、分析するっていうことが大事です。だから、波乗りタイプ、山登りタイプがあると思うんですけれども、はい、まあ、試験に関して言えば、山登りタイプ一択っていう。ああ、そっか。波に乗ってふらふらしちゃダメなんですね。着実にね。うん。はい、具体的に言うと、その、まあ、試験に合格することが目標、それは当たり前だろうと思うんですけれども、はい。それを、より具体的にするっていうところなんですけれども、意外とできてない方が、うん。なということなんですが、まあ、例えば、その資格試験が、その、いつ実施されていて、うん、どういう試験科目があって、科目ごとの配点は何点で、うん、トータルで何点取れば合格するのか、うん、まあ、試験の時間というのは何分なのか、とか、いう情報をですね、最初に、調べておくっていう、うん、まあ、敵を知るのがスタートっていうか、うん、まあ、これをやらないで始めちゃうと、うん、まあ、非効率にやっぱりなってしまうんです、うんうんまあ。私が最初から勉強したときにやれてたかっていう話ではないんですけども、うんうん、後で振り返って言うとそこがポイントかなというところですね。まあ、例えば、ちょっと具体例で言うと、うん、僕もですね、僕、簿記の2級っていう試験を一応取ったことがあるんですけども、うん、これなんかはですね、試験時間は2時間で、うん、試験科目が、まあ、商業簿記と工業簿記があると。うん、全部で100点満点で、商業簿記が60点で、工業簿記が40点の配分だと。うん、合格点が70点。うん、で70点が余れば合格して、うん、人数は関係ない。うんまあ、というような試験なんですけれども、うん、この程度の情報っていうのは、まあ、ちょっと調べればすぐ出てくる話なんですが、うん、意外と簿記やろうっていう人がですね、うん、この段階でこの情報を知ってるかっていうと、うん、そうじゃないことが結構多い。うん、試験日自体がちょっと近づいてきたから、ようやく確認するという場合も結構あるので、うんうんまあ、こうなると、まあ、非常に非効率になると。うんでまあ、極端な話で言うと、今の話で100点中70点取ればいいので、うんまあ、100点取る勉強しなくていいよ。うんだから確かにトイックとかだとちょっと違うんですけど、うん普通の資格試験、まあ、合否がどっかの点数で線引きされるっていう試験の場合には、うんまあ、そこのラインさえ超えればいいので、うん、ための勉強というね、できると、まあうん。何をすればいいのかっていうのが分かるっていうことが、ポイントですね。うん、いや、面白い、うん。あのね、これ多分、僕絶対調べないタイプですね。これ、簿記の試験ってなったら、簿記の、で、多分、テキストで一番良さそうなやつネットで検索してこれだ、みたいなやったら、あとはひたすらやる、みたいな。でもね、ちょっと僕ちょっと聞きたいのは、今の話で興味深かったのは、それこそね、いつ実施されるか、で、どういう科目があるか、どういう配点であるか、トータルで何点取ればいいか、試験時間が何分であるかっていうことですよね。これが分かるのと分からないのとで、なんかどう変わってくるんですかね、こう勉強の仕方。やっぱり、結局、まぁ、あ、ちょっと後で話そうと思ったんですけど、うん、少し書き取りで話すとですね、はい、最終的に評価されるためには、アウトプット、試験問題に対応した答えを出すっていうところで評価されるので、はいうんそのために何が必要なのか、何点取るためにはどの程度の知識が必要なのか、うんまあ、普通のテキストとか1から10まで、まあ、最低1級目から100ページまでずっと見るっていうことですね。まあ、その経緯がわかんなくて、これ全部覚えなくちゃいけないのみたいな感じの状態でやるのか、うん、この範囲とか、このレベルのところは試験には出ないと。仮にこの問題が解けなくても、合格点は取れる。うん、分かりながらインプットするっていうのは違ってくるんですね。はい、うん。なので、必要な範囲っていうのを常に認識しながら、うん、まあ山が何なのかっていうのを認識しながら、インプット作業にするようにすると、うん、非常に効率的になるっていうところで。なるほどね。はい。
北場さんなんか、どうですか今。いやこの試験勉強に戦略性を感じました。すごい。そりゃそうでしょ。そりゃそうでしょ。すごいと思って。もう私もすごい浅はかな勉強してたんだなと思って。いや、みんなそうだと思うんですよね。変な話で言えば、今の話で言うと、その、商業簿記が60点満点で、小売業が40点満点で、合格点が70点なので、まあ、商業簿記で満点取って、工業簿記は10点でいいとかですね。まあ、そういった極端な考えもできたと思うんですよね。まあ、確かにね、得意不得意があったら、そういうこともコントロールできますもんね。実際問題は私も、簿記2級受けたとき、工業簿記全然手回ってなくてですね。まあ、商業簿記だけでほぼ頑張ってこう。すげえ、そんなことできんの、そんなことできんのすごいな。すごい。片方も手回んなかったけど合格したっていうね。すげえな。なるほど。いや、でも、もうこの時点でも、だいぶというか全然、違うっていうか、なんかちょっと、ふと話は少し変わっちゃうかもしれませんけど、本を書く作業もちょっと似ていて、本って、書く前の段階のこの企画が、もうめちゃ重要で、もう書き始めちゃうと、その、もうテーマも決まって、コンセプトも決まってっていうふうになると、書き始めちゃうと、それ何百時間もかかるんですけれども、実際やり始めちゃうと、後で戻せないって言ったらいいんですかね。こう、うん、でそれよりは、やっぱり、こう、本のターゲットっていうか、誰を読者にして、その人がどう変わればいいのか、で、そういうコンセプトどうするのかっていうことを、今、次の本に向けてめっちゃ考えてますけど、もうそこに時間を一番かけるのが、もう絶対正しくて、でも全体の中の、そこって、もうさらっていきたいんですよね。早く書きたいみたいな感じになるんですけど、早く書きたいってなるんですけど、そこをね、何週間もかけて、ガー詰めていいものできちゃえば、あとはね、所詮はディテールなんですよね。だから、ディテールなんですけども、だけどそこの考え方がわからないから、みんな何着眼点でどう考えていいかわからないから、なんかタイトルらしきものを仮タイトルつけたら、もうあとは書くか、みたいな感じで、我慢しきれないっていうか、うん、勉強入っちゃうと楽、みたいな、知識さしたら楽、みたいな感じだけど、多分、その手前の段階でね、やっぱり、しっかりとこの考えるっていうか、そこがまず、抜けてると、大幅に間違える気が確かにしますよね。正直やってみないとっていうところ、側面もありますし、その、時間とか、体力が有り余ってる人の場合は、その馬力パターンも全然あります。体力もあるんですけど、まあ、特に社会人が仕事をしながら、そうですね。資格を取るっていうのになると、やっぱり、こう、馬力だけだと、体壊しちゃうことになると思うので、うん、多少の戦略性が必要。そうですね、そうですね。うん。やっぱり時間がね、効率的に使いたいし。でも僕、今の三原さんのやつ聞いてて思ったのは、それが本当にできるようになったら、多分資格勉強の話だけじゃない効用があるような気がしたんですよね。例えばさっきの営業の話もそうなんですけども、ちゃんと本当に考えて営業してるんだろうか、みたいなところで。習慣化コンサルティングでは、身につけたい習慣の実践率を高めることができる習慣化オンラインサロン。習慣化の実践、コーチングができるようになる HRP 講座を開催しております。詳しくは習慣化コンサルティングホームページをご覧ください。番組ページに記載しております。それでは素敵な週末をお過ごしください。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。